渋谷のこんなど真ん中にグランドがあります。今日は青学にナイターに自主練できました。やってます。グランドつきました。こんにちは。ああ学生です。ます。ああ、撮ってんじゃない、もしかして。うわー、新しいの持ってきまして。おお、こっちにね、名前入ってんすよ。でこっちはチームコンセプト、ジョイジョイ。今日のクロスはこんな浅いです。いつもこんな感じですけど、まあ、稀なタイプだと思うんで動画に収めておきます。いけ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 。うまっ。いや、見ちゃった。今はやっぱ逆に打つから、ここから振るとさ、結構抜けてるじゃん。だからイメージは、当てるときは俺は下の手で前持ってきて、ここから打つ。ここからテイクバックから打つんじゃなくて、前から打つから、流れでやるとイメージだって振りながら。で、クエスチョンはクロス行く方にクロスをね、ゴールだったら行く方にクロスを置くの、じゃロールする方にクロスを置いてきて打つ。タイミングが早く判断できるし、このバックチェックから普通にこうやってロールしたら、いや、そっちっていうところ。あとインサイドロールは相手の左足の内側に自分の左足をこっち手にぶつかったらさ、プッシュされるけど、こっち手にプッシュされるときに、ように行って、コース取りが結構大事です。バザーす。次、マジ絶対勝つんで、おい、よろしくお願いします。そういうの、そういうの。自分2年生なんで、先輩たちが最後、気持ちよく引退できるように頑張ります。あ、いいよ。こいつのインスタ、めっちゃ彼女撮ってて。うわ。うわ。意気込みを最終戦に向けて。怪我しました。うわー、お揃いだよ。意気込みは意気込み。ラスト頑張ります。何年生？最後です。お願いします。はい、頑張って。はい。どちらでもめげずに頑張ってください。はい、今週末がリーグ最終戦なんで応援よろしくお願いします。頑張れ、青学。頑張れ青学。いや、マネや頑張れ。あー、じゃあ4年生にメッセージ、頑張ってください。軽いなー。ジョーチ意気込みお願いします。はい、もう4年最後なんで死ぬ気で戦って絶対勝ちます。いいよ、無視点で勝ちます。いや、頑張れー。お願いします。リーグ戦頑張ります。おいおい、絶対中行きます。頑張るぞ。頑張れー。10月10日明日です。木曜日7時から開き塾女子がありますので来てください。